続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。今回は荒川区の観光振興と題してお送りします。スタジオには観光振興課の大野さんにお越しいただいています。大野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大野さんは普段はどのような業務を行っているんでしょうか？はい、私は観光振興課観光振興係に所属しています。観光振興課はものづくりの町、俳句の町、太田道館ゆかりの町として荒川区を広く PR するため、イベントの開催や観光パンフレットの発行を行っています。その他、荒川区最大規模のお祭り、川の手荒川祭りの開催も担当しています。私たちも普段目にしていますね。さて、今回のテーマは荒川区の観光振興です。荒川区には区内外の方におすすめしたい観光スポットが数多くありますよね。はい、そうなんです。区内には荒川遊園や日暮里繊維街など代表的な観光スポットの他にも、町工場で見学やワークショップができるものづくり見学体験スポットなど、魅力ある観光スポットがたくさんあります。そこで今回は区内の主な観光スポットに加え、区の観光振興の取り組みについてご紹介します。大野さん、改めて荒川区にはどんな観光スポットがありますか？はい、まず荒川遊園です。都内唯一の区立遊園地で、観覧車やメリーゴーランドなどの乗り物や動物との触れ合いをお楽しみいただけます。区外からも多くのお客様にご利用いただいています。荒川遊園などの区内の観光スポットを巡る時の橋には都電荒川線が利用されていますよね。はい、そうですね。都電荒川線は区内の移動に便利で、区民の皆さんに親しまれているだけでなく、区外の方にも都電が走る様子や車窓から眺める風景などを楽しんでいただいています。5月にはバラ尽くしのイベントも開かれていますよね。はい、見頃の時期は沿線のバラが見事に咲くので、観光スポット巡りの合間も楽しんでいただきたいです。その他、荒川区の観光といえば何がありますか？はい、荒川区の歴史や文化を感じながら観光したい方には、俳句にまつわるスポットがおすすめです。荒川区は松尾芭蕉の奥の細道旅立ちの地としてゆかりがあります。また松尾芭蕉だけでなく、小林一茶や正岡子規など多くの文人が俳句を詠み、区内には奥の細道矢立て始めの地である南千住や、かつて江戸の景勝地として親しまれた日暮里に多くの区碑が建てられています。この他にもご紹介したい観光スポットがたくさんあります。そこで区ではさまざまなガイドマップを作成して、区内の観光スポットを紹介しています。例えばこちら、おいでよ荒川には、荒川区の良さを広く区外の方々に知っていただくとともに、区へ足を運んでいただけるよう、区内の代表的な観光スポットや公共施設などを掲載しています。その他、南千住や日暮里、都電沿線の街歩きマップ、ものづくり見学体験スポットガイドなど、さまざまな観光パンフレットを作成し配布しています。自分の街を再発見できる機会にもなりますので、ぜひ区民の方にもご覧いただきたいです。このようなガイドマップはどこで手に入れることができるんでしょうか？区役所情報提供コーナーや日暮里観光案内所などに設置していますので、ぜひご活用ください。大野さん、区ではガイドマップを作成する以外にどんな事業を行っていますか？はい、今回は区の観光振興事業から3つの事業をご紹介します。まずは観光案内所です。
区を訪れる観光客の方に対し、魅力あふれる荒川区の観光情報を提供できるように、日暮里駅構内に日暮里観光案内所を設置しています。ここ、最近リニューアルされましたよね。はい。ビビッドな和柄のテキスタイルをイメージした外装としました。これは繊維問屋街である日暮里繊維街をテキスタイルの柄で表したものです。また日暮里駅は成田空港からのアクセスもいいため、外国人観光客の方にもご利用いただきたいです。続いてはものづくり見学体験スポットです。略してモノスポ。ものづくりの街荒川ならではの観光スポットと言えますね。はい、おっしゃる通り、荒川区はものづくりの街でもあります。これを多くの方に知っていただくために、事業主の皆さんのご協力をいただき、製造工程の見学やものづくりの体験ができる工場、工房などをものづくり見学体験スポットとしてご紹介しています。全部でいくつあるんですか？現在全部で31のスポットがあります。今年度はこちらの2つが新たに加わりました。へら絞り加工の星岬工房と茶筒完成像の株式会社加藤製作所、それぞれ見学と体験ができるんですね。はい、普段は事前予約をお願いしていますが、年に数回一度にいろんな事業者さんのワークショップを楽しめるイベントを開催しています。詳しくは今後荒川区報などで告知しますので、ぜひご注目ください。最後にご紹介するのは俳句の町荒川です。荒川区は俳句の町宣言もしていますよね。はい、荒川区が俳句の町であることを区内外に強く発信し、子どもから大人まで俳句文化の裾野を広げ、豊かな俳句の心を育むことを目指して、平成27年に荒川区俳句の町宣言を行いました。来年には宣言から10周年の節目を迎えます。俳句の町として主にどんな事業がありますか？はい、毎年5月頃には千住町歩きツアーを開催しています。奥の細道八立はじめの地である南千住界隈を荒川区観光ボランティアガイドと歩き、奥の細道ゆかりのスポットや南千住地域の魅力を参加者へ伝えるイベントです。さらに街歩きの途中にトークを行うことで、俳句の街荒川として参加者に俳句の楽しさを伝えています。去年は抽選に当選されたおよそ40人の方に参加していただきました。毎年11月頃には都電で俳句を開催しています。都電荒川線に乗車し、沿線の観光スポットで俳句を楽しむイベントです。車窓からの景色を眺めたり、観光スポットを吟行したりして俳句を読み、俳句の講師を交えて句会を行っています。このほか10月から1月にかけて写真と俳句を合わせた作品を募集する荒川フォト俳句コンテストも実施しています。ご紹介した事業は来年度も開催予定しておりますので、多くの方にご参加いただければと思います。最後に今後のイベント情報を教えてください。はい、区で開催されるイベントは荒川区イベントカレンダーをチェックしてください。区内で開催される各種イベントの年間カレンダーや主な観光スポットを紹介しています。そして来月のイベントでおすすめしたいのが、毎年4月29日に開催している川の手荒川祭りです。川の手荒川祭り、私も去年伺いました。特にふるさと市のコーナーはおすすめです。ありがとうございます。今年も南千住野球場を会場に様々なプログラムを用意しております。例えば中山さんにもお勧めいただいたふるさと市コーナーでは、荒川区と交流している自治体が海や山の特産品を販売します。毎年子どもたちに大人気のミニ隅田川では、隅田川に見立てた水槽でドジョウや金魚のつかみ取りを無料で体験できます。
このほか民族衣装を試着できる国際交流コーナーや区民団体によるダンスや寸劇が行われるステージイベントなど多数のプログラムを準備しています。また区内の商店街から多くの店舗が出店し、衣料品、雑貨、食料品などを特別価格で販売する商業祭も同時開催します。いや、見どころ満載で今から川の手荒川祭りの開催が楽しみです。皆さんも今年の大型連休のお出かけの候補としてぜひチェックしてみてください。今回の荒川区行政ナビは、荒川区の観光振興と題してお送りしました。大野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。